時代の合戦の費用ってどれくらい？歴史の細道、案内人の沙織です。戦国時代とは、全国各地で多くの戦が繰り広げられていた時代です。勢力拡大のため、あるいはその相手から国を守るためなど、理由は様々ですが、戦にはたくさんの必要なものがあります。それらがなければ戦はできません。その重要なものの一つはお金です。信長が躍進を遂げた理由の一つに経済力が挙げられます。肥沃な濃尾平野を治めていたことで、経済力に優れていた点から、もともと金持ちだったからの発想として、さまざまなアイディアを生み出したことが躍進につながったとの見方も、あながち間違いではないのでしょう。そこで今回は、戦国時代の戦にどれだけの費用がかかっていたのかを見てみるとしましょう。大名にとっての戦の費用。大名にとって戦でかかる費用は、実はさほどでもありません。語弊があるかもしれませんが、部下が自前で用意しなければならないものでした。大名が戦があるから準備しておくようにと命令すると、戦に参加する家臣、兵士たちが戦に必要なものを用意する算段となります。これでは家臣、兵士たちの負担が大きいと思うかもしれませんが、だからこそ大名側も家臣たちに地業として土地を与えていますので、大名からすれば、その時のために地業を与えているんだろうということになります。しかし、戦の頻度は不明です。短期間に何度も戦がある場合もあれば、長期間戦がない時もあるでしょう。戦は武士にとっては出世のためのものでもありましたが、同時に出費も強いられることから、経済力によって戦に対しての考え方が異なっていたと考えられます。現代のスマホゲーム同様、いわゆる廃課金のようなプレイヤーであれば、新レアリティのカードにガンガン課金し、イベントもこなしますが、無課金プレイヤーは新しいレアリティのカードが出ると、また課金かとの気持ちになるでしょう。このような心理は、戦国時代における兵士心理と相通ずる部分があるのかもしれません。実際の費用。実際にどれだけの費用がかかっていたのかを算出するのは少々難しいとされています。なぜなら、いわゆる帳簿がしっかりと残されていないケースが多く、なかなか1回あたりの費用や細かい費用の算出が難しいようです。しかし、それでもいくつか明らかになっている費用があります。まず分かりやすいのがお米です。腹が減っては戦はできるとの格言もありますが、お米を食べる量は現代人も戦国時代の人間も同じ単位で測っています。例えば兵1人1日5合の米を食べるとします。この場合、1万人の兵士がいれば5万合のお米が必要になります。1合はおよそ 150g なので、1万人の軍勢がいる場合、1日およそ 7.5 トンの米が必要になります。現代社会の価値に換算すると、スーパーの特売日で5キロでおよそ2000円前後。このレートで計算すると、1万人の軍勢を連れていた場合、1日およそ300万円の米代がかかることになります。野戦であればまだしも、籠城戦ともなればさらに大きな兵数で長期間包囲することになりますので、米代だけでかなりの出費となります。そして武器です。お腹いっぱいになったとしても、丸腰で戦ったところで戦果を上げにくいでしょう。まず刀ですが、大名や有力武将クラスが使用する刀はおよそ60万円から70万円程度と推定されます。これは刀がおよそ10貫門とされていることからの推定ですが、当時の武士は太刀と内刀の2本の刀を用意するのが一般的だったので、
2本分必要になります。ただし一兵卒となればより安かったと想像されており、太刀の代わりに銭を500文、現代の価値で3万円から4万円送った記録があることから、一般的な刀はこの程度と推定されています。ちなみに槍に関してもほぼ同程度だったのではないかと推定されています。一方弓に関しては、鴨川景和地神社文書にて湯掛け三具が銭600文との記録があります。つまり湯掛け一つで200文、つまりはおよそ1万円程度となっています。もちろんこちらも良い弓であれば高額なものになるのでしょう。さらに戦は攻めるだけではありません。守りも考えなければなりません。そうです、防具です。毛利家文書に具足140両の価格が銭650貫文との記録があります。つまり具足1両で4貫600文程度になるので、およそ30万程度となります。ただしおよそ100万円以上したのではないかと推測する専門家もいます。これは具足の品質や地域によって異なることを意味しており、やはり大名や有力武将クラスともなれば、防具にもそれなりにお金をかけていたのでしょう。さらには馬も必要になります。こちらも毛利家の記録にて馬の代わりに銭を送ったとの記録があり、その額が3貫文とのこと、およそ20万円程度となります。ただし馬はランニングコストがかかりました。餌や世話代などランニングコストがかかりました。その点は現代の自動車に相通ずる部分があります。そして鉄砲です。鉄砲に関しては御北条家の中世法制資料集にて、鉄砲侍2人分の費用として20貫文が計上されています。また小田原修書良薬帳によると、家来として抱えられていた職人衆の日当が50文とのこと。タイミングが違うので一概に比較できない部分もあるのですが、同一賃金だと仮定すると、鉄砲1丁あたりおよそ8貫500文、現代の価値にするとおよそ50万円から60万円程度となります。信長は長篠の戦いにて3000丁の鉄砲を効果的に使用したとされていますが、1丁50万円だとしても15億円相当となります。もちろん鉄砲も作り上げるだけではなく、火薬など消耗品もありますので、実際にはもう少し費用がかかると考えられます。1000億円以上、上記を踏まえると、戦国時代の戦は1000およそ1億円程度はかかっていたのではと推測されています。このことからも軍事力イコール経済力だと考えることができます。むしろ経済力こそ重要で、経済的な側面から考えれば考えるほど信長の躍進は必然だったとする専門家もいるほど。さらにはお金があるからこそできることで、さらなる経済力を身につけるなど、好循環によってより強大な経済力を手にしたことで、畿内統一はもちろんですが、その後各方面に一大名を凌駕するだけの遠征軍を編成派遣できたと考えられます。備蓄も考慮しなければならない。さらにです、戦はいつ起きるかわからないものなので、備蓄も必要です。ここでポイントとなるのが無足人です。武具、防具を自らで用意できない人間のことを指すのですが、そのような兵士を丸腰で戦場に立たせるわけにはいきません。立花道雪が銀千代に家督を譲った際の譲り状によると、無足人のために具足を30両用意しておくようにとの記述があります。具足の価格は幅があるとお伝えしましたが、1両30万円だとすると、30両用意するためには
900万円ほど必要になります。このように大名や武将は実際に戦になった時だけではなく、戦を想定した準備も必要で、そこでもお金が必要だったことがうかがえます。まとめ。このように戦には何かとお金がかかっていたことがわかります。さらに戦はいつどこで起きるかわかりませんし、敗北しようものならそれらの費用がすべて無駄だと考えることもできます。戦に勝利し大きなリターンを得られれば先行投資ですが、敗北したら何も生まれません。その点では戦国時代の戦もお金にシビアなものだったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。